僕は勉強したのは今から25年もう25年になりますけれども25年前にサンティティック教室というこの今の地下1階にありますけれども週3回1日8時間やるというインテンシブルのクラスでしたで夏は月曜から土曜日まで毎日週6回で朝から晩まで勉強するという非常に大変な授業のクラスなんですけれどもそこでフランス語を鈴木先生という方に勉強を習いました 本当にあのハードな授業でここの横にあの女坂というのがあるんですけれどもいつも僕はその女坂を登ってアテに来てたんですがもう終盤あの6週間あるんですけども,もう5週目ぐらいからもう階段登れないんですね朝もうあの寝ていないしあの家帰ってもすぐに宿題をやってたりとかいうことがありましたので本当にちょっと大変だったんですけども、まあ、そこでフランス語を勉強してでサンティティックの助手になりましてそれから。えっと サンティティックの後にクレディフですとか専科の授業を受けてそれからアテネフランスにはディプロムという卒業試験があるんですけれどもそれを受けさらにブフベという教授資格というのがありまして一応アテネフランスの教師になるためにはこのブフベをまあ持っていないといけないということでまあそれを取ったりしましたであとはあのまあ個人的なんですけれどもえ僕はまあずっとその88年から留学するえ93年まで だから5年間、まあ、デッチ奉公のようなことをしてたんですが、まあ、でも、その間にもあのバンさんとかシモンとかクリスチョンとか結構若いフランス人の先生たちがいまして、えー、そんな若い先生たちと一緒にえっと勉,強勉強を教えてもらってです、ねまあ、授業中はもちろん先生と教師あの生徒なんですけれども終わった後に一緒にまあ飲みに行ったりとか、えっと、一緒に温泉に行ったりとかいろいろそういうふうに気さくにフランス人が付き合ってくれてそれは僕のやっぱりフランス語力をつけるのに本当にあの役立ったし。 単に勉強だけではなくて、今でも友人として、えー、付き合っている友達たちです。まあ、たまたまちょっと男の名前ばっかりなんですが、あのタイはありません、女の先生も可愛がってくれた女の先生がいました、はい、クリスティーンとかいました、懐かしいです。でえっとまあ、そんな形で、こ、まああのーねまあ、これもどんどん、まあ、あのなんで僕はで、アテネでこんな講演しているかということなんですけども、えっと、あもう一度。もう 飛ばしますえっと時間がないのでえっとそれでまあ94年からえっとフランスから1年留学して戻ってきてアテネの講師になりましたでその後はあのは、ー、今の僕は、えっと、慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパスという SFC というふうに言われてるところなんですがそこでまあたまたまポストがあったので90たまたまってのはちょっと失礼ですね、あのー、96年に、えー、ポストがありましてそこでまあ、えっと、教員 研究者として勤め始めました。それも実は、もともとはアテネフランスのある先生がここでフランス語の教員を募集しているから、応募してみたらっていう言われてた。またま出したらそのまま何とかあの合格というんでしょうかね就職が決まりまして、そちらの方で今も教えています。それからまあえっと。あとは nhk でもしかして今日いらっしゃっている方は？ NHK であの実際に番組を見たりラジオを聞かれた方がいらっしゃるのかなというふうに思いますけれどもこれもまあ藤あ沢キャンパスの方のある同僚の先生から紹介されてえっとフランス語会話の方を2003年ですねから始めましたこんなに長くやるとは思いませんでしたけれどもえっとおかげさまで NHK の方から声をかけていただきまあそのような形でフランス語教育を今までやってきました でえっと、まあちょっともうそこら辺をすっ飛ばしてですね、まあ、要は僕はここで、えっと、アテネフランスでフランス語を始めてここで勉強し自分の助手,とや助手となっていろんなことを教師としての仕事もここで教えてもらって。 それで大学の方に行ったものですから今日こういう形で呼ばれて話をするというのは一応この25年間のそういう僕のお世話になったというところがありまして少しでもお役に立てたらということでこのような形のセミナーを企画していただきました。